はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回は楽天モバイルではなくて楽天市場の方ですね。あの悪夢が蘇る不適切な価格表示大丈夫ね、ここ心配しております。はい、視聴者様からこんな投稿をいただきました。りょん、おじの喧嘩友達と楽天市場で探したら、うち楽天市場と喧嘩してる6000円前後の値段ばかり。お祭りが始まるので一挙に値上げしたみたいです。知らずに買う人もいるんだろうなと思うとなんだかがっかりです。昨日ね、おじダンロップのスポーツサンダルね、2780円、まあタイミング見て買えばね2580円ぐらいで買えたんだけど、ちょっと逃したね、2780円。でも昔これ日経パで買って、うわー神だーってね、すっごい履き心地が良くて、もうありとあらゆるもの、とにかくよく滑ってたんで、雨の日とかコンビニの入り口とかね、スーパーとかずーっつって腰悪いんで、滑るサンダルは最悪なんだよね。でこう滑らないで車の運転ができること、今みんなほとんどオートマだからさ、どんなサンダルでもこうやってやるでしょ。でもあれが事故の原因なんだけど、おじいの場合はマニュアルなんで、とにかくクラッチ踏むときにグーって踏んだりとかね、アクションブレーキこうやってやるときに先端がこう しなってくんないと、こうやってグーってグーってこうなってくんないと、こんな足板、要は本当にまな板下駄みたいのにこうやって足乗っけて、こうやってやあんなじゃ何もできないんでね、操作がね、なので、やっぱ柔軟性があって、で周り の小指とか足を保護してくれて、丈夫さがあって、ですぐ乾くね、それでサイズの調整が簡単にすぐできるね、もう神なんだよねこれね。でしかも長持ちね、カバンの中入ってるみたいな感じでガン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 使ったけど全然減っちゃったっていうね、神ですこれね。でこれが2780円でね、アマゾンで買えるので、昨日おじいこれ買ったっつって動画出したんだよね。まあいろんなところでねお買い物を、見るとは思うんだけれども、で楽天市場で探したら6000円前後の値段ばっかりってことで、ちょっとじゃあ見てみました。ダンロップのスポーツサンダルでこれ M43 ってやつなんだけども、43ってかね、正式名称ちょっと違うんだけどもね。で見ると楽天市場が似たようなものが3200円とか、こういうのもあるんだけど、よく行ってみるとなんか違う、型番が違うとかね、いろいろあるんだけど、いろんなお店がね、だーっと、おじいの買ったこのサンダルね、アマゾン公式でも3850円、これ2750円だか80円からいくつ、サイズによって変わるんだけどね、こういう値段です。だいたい他ヤフーショッピングでも2990円とかね、他でも20円、だいたいこんな値段で売ってます。送料込みか送料別かは無料と別としてね、ここも楽天市場で送料無料で3550円でね、だから普通のアマゾンに送料加算したぐらいだから送料分損だねっていうね、そういう値段だけど、いろいろ売ってますこうやってね、こうやって売ってて、いろんな借り種の安いのヨドバシとかあるよね。あんまこれ評判良くなかったんだけど、でも1620円でサンダルを買おうと思ったら買えるんだね。いろんなものがあるよね。こういうのは車の運転できないんで、こういうのはね、こういうのは運転できるんだけど、ね、あんまこういうの好きじゃないんだよね。これはねヨドバシの1620円ね、でも送料込みだよ、ヨドバシね、ポイントもくれるし、神だよね。で、楽天を見ました、ね、エントリーが使用、スーパーセール、ね、なんか分かんないけど、最大でってやつでしょ、これ、最大でって書かないと、本当ね、全部半額じゃないでしょ、ね、
はい、で楽天見たらね軒並み6000円前後なのかなと思って見たら、全部が同じ型番ではないものの、それでも探すとまあアマゾンに比べたら全然送料分だけねお話しで高いんだけど、でもまあこうやって売ってます。で最大半額の対象になってるのかどうなのかわからないけど、あの複雑だからね。ジーバー楽天市場はどうしようもなくなったら使うけども、あのアマゾンとかにないっていう場合は買うんだけども、基本的には楽天は高いんで、まあ楽天は高いっていうか、いろんなものをエントリー対象の人でそういうこまめにエントリーもして、で楽天銀行に1億円入っていて、で楽天モバイルのねあれを何だっけ、何パーセントだっけ、 0.72% かね、税引きを 0.51% ねガバガバ持っていて、でお金がくそどと余って、であれもこれも何か何だか名前っていうのね状況を見通して、もう何から何まで全部楽天を使ってるっていうね、まあ、そういう方だったらものすごくメリットがあるかもしれないけど、おじいは全然そういうのをねチップカップなんでね、わからないです。ただ楽天市場を使うと高いだけっていうね。で万が一なんかあってももう大変だしね。楽天はね昔からろくなことがないんだよ本当。楽天のなんだっけオークションみたいなやつで買うと落札者にかかってくる手数料、落札しただけなのになんか匿名のなんだか指定されてるとなんかその上乗せで送料も上乗せ、なんだっけなんだか決済手数料みたいな感じで、なんで落札者がこんなにいっぱい払わなきゃなんないのっていうぐらいね。ラムちゃんのフィギュアね飾ってあるんだけど、景品のしょぼいやつよ、これラムちゃん、なんかまるでさ中国が最初作ったインチキディズニーみたいななんか おかしなラムちゃん、景品のね、まあ、ちゃんとしたオフィシャルもんなんだけども、似てねえラムちゃんね、4個セット5000いくらぐらいだかな、すげえ高かった。落札した値段いくらだっけな、落札した値段はなんか2、30円ぐらいだと思うんだけど、すげえ高くなったんだよ、なんでこんな高いのってね。でその後にヤフオクになくて楽天で買ったんだけど、すごいの、ああ見たことがないと思って、そしたらその後に新品になんか3セットぐらいまとめてなんか1000円高2000円高で売っててね、うわタイミング逃したと思ってね。っていうか楽天に関わるとあんまりろくなことがないっていうね、すごい損した気分になって悔しい気分しかならないから、とりあえず楽天関係は使わなくなったらストレスがすごいなくなって、でアマゾンで買うようになったらいろんなことでね、まあ一部の家電以外は安心だし、ほとんどね、まあストレスなくね、まあ安くリーズナブルに、そのエントリーしたりとかなんとかのセールの時に名前ってこのインチキな値段でそこから名前で得したような気分になって、子供騙しはおじいに通用しないので、常日頃から納得できるね安心保証があってね、安心の価格でそれで買える、ちゃんとかね値段なるも見てるしね、それがやっぱおじいのアマゾンを使うっていうね、まあ基本的なところだよね。楽天はそれがないんで、ろくなことがないんで、ね、あんま使わないんだけど、ね。はい、で、まあ、こうやって見ていくとね、まあ、いろんな型番が違う、この青いのとかも、こういうのも、お、色違いあるのと思って見たら、これはここのところに、まあ、まとめて、DSM4社ってなってるけど、ここら違うんだよね、型番がね、違うんだよ、これね、うん、これもね、違うしね、うん、まあ、検索ではいろいろ出ちゃうけど、これね。おーってもうどう見ても全く同じものなんだけど、別のところではね型番違いを言ってるんだね、これね、こういうのもあるんだね、まあいろいろあるね、うん、みんな使いやすそう、ね、でこうやって見ていくと、ね、ここのとこまではこれ4015円とかね、これねあって、で3200円でまあ3900円のやつが価格と送料3200円になってるよってことで、
で送料がプラス700円だから3900円。これね、これ分かりやすいね。あの3200円っていう、あ違う、3900円は3200円プラス送料700円ですよっていう。ただこの表示価格が、あのおじいね、楽天は本当ね、この詐欺もどきっていうの逆なんだよ。この 目立つ赤と大きく書くのは、この3900円価格プラス送料をここを出しておくんだよ普通だ。ここに悪意があるんだよ。三木谷氏の腹黒さがここに出てるんだよ、トラップで。あのおじい最近ほら、あの目がね、あのいろいろ調子悪くなったんで、特にあのすごいいろんなことに気がつくんだよね、うん、なので本当ね、あのなんか葉っぱに虫ついても全然わかんねえしね。うちの親がそうだったんだけど、でおーいって全然わかんねえって、しまって立ってもらってもとかってよくやったけども、いや本当ね見えないんだね。でそういう人たちがみんなカモになるね。あこれ3200円かで、どあこの薄い字で書いた、なんかわかんねえけど、かっこ税込みって書いたのかな、じゃあ税込み3200円かなってこうやって思うよね。なんて汚いやり方なんだっていうね。だからおじいはアマゾンしか信用できない。アマゾンはそこにある値段だからね。アマゾンってあのね、あれついてるやつはね、そういうことでね、まあ実際はこの小さい字でね、こっちだよ、払うお金はこっちのちっちゃい方だからね、これだからね、これじゃなくてね、わかる？おじいの言ってることわかる？おじいが楽天が嫌いっていうか、楽天はトラップだらけだから、だからあのおじいバカだからいつも言ってるじゃん。皆さんと比べてバカだし、学歴もないし字も読めないしね、っていうかバカだから、ただバカをバカと理解してるバカなんで、だからバカなりに考えて、あ賢く使えないから楽天はやめとこうってそうやって言ってるんだよおじいはね、うん、それだけの話ね。だからおじいには使いこなせない。見てる皆さんはいいで、別に見てる皆さんはおじいより全然賢いからちゃんとうまく使えるでしょう。あの実質いくらですごいお得したってね、もう実質でハッピーになれる方多いからね。おじいは実質でハッピーになれない人なんで、あの出ていくものがここが問題だから、こっから出ていくものがここだから、ここの門番が出ていくのをピシャッとこう押さえるからね、だから実質こっちのポイントがついて、いやいや期間限定、いや忘れちゃうからいいよってね、いやこの機械で買えばいいな、なんでそんな機械ないそれ無理やり使わなきゃなんないのってね。だね、あのそういうそういうおじの考えじゃないで、おじはね、うん、だ結局機械以内にあの無駄に抱き合わせ、近未来の何ヶ月以内の抱き合わせで何か買うことも踏まえてこの値段で番で出すっていう、そういう考えでしょ。だおじいそれができない人なんだよおじいはね。はい、それでね、まあ抜けてみると確かに5754円ね、なうわこれが一番最高値じゃないの、これどこのお店、この悪徳ショップ、悪徳ショップしたら悪いかもしれないけど、快適ビッグドア7507円ね。アマゾンで買うと送料込みで2780円でね、今日届くけども、すげえなー、約3個弱分のお値段ってこと、すげえな。5700円でもびっくりしたけど6814円、6800円ね、ね、7507円、あこれ同じとこだね、これね、ね、本当はね6800円、7000円近いよみんなね、本当だね、軒並みみんな6000円前後ぐらいって、本当はね、ほとんどのお店がそうなってるね、うん、本当だ、ここまでね、だシールが始まるから軒並み値上げしてる。はい、皆さん
これを知らない方もね結構多いでしょう。忘れてる方も多いでしょう。おじいはいつもね、言っている。これね、もう楽天市場が信用できないっていうのはもうこの時に決定的だったんだよ。楽天優勝セールの価格問題確認中とコメント、不適切だとか、楽天 77% オフ不当表示問題でコメントとかね、楽天セールで不適切だね、20店舗新商品に疑い、まあいろいろ見てみましょうね。産経ビジさんからね、楽天セールで不適切な価格表示、20店舗新商品に疑いね。楽天は7日プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスの日本シリーズ優勝セールで、インターネット仮想商店街楽天市場の一部の出店業者が通常価格を実際より引き上げて表示し、大幅に割り引いたように見せかけていたと発表した。楽天は問題を指摘された仮想店舗を閉鎖し、事実関係を確認している。不適切な価格表示を行ったとみられる店舗は現時点で20店舗、商品数で1000店に上るといい、さらに増える可能性がある。氷山の一角。優勝セールは3日夜から7日未明まで開催された。ある出店業者は星野選手監督の背番号77と同じ 77% 引きで一部商品を販売していたが、同じ商品が自社の通販サイトで割引後価格に近い値段で売られていたという。別の業者は他のサイトで9800円で販売しているスルメイカの値引き前の価格を17310円と表示したり、通常2600円のシュークリーム10個の価格を12000円と記載したりするケースがあった。すごいね、なんとか銀しか買えないよ12000円のシュークリームなんてね。まあ、それで 77% オフですごいお得でしょってやつね。ほんと7日に会見した三木谷会長兼社長は、厳正な審査をやって日本一セールを行ったが、これに便乗し買ってセールをやっている店舗があったと説明。だそれができるシステム、そんなの抑えようと思ったら抑えられるでしょう。その上で現在調査している、その結果が出たら正式にコメントしたいと述べた。楽天では悪質な業者に対して出店を禁止するほか、チェック体制を強化する方針。それで今回もどうなの6000円、軒並み6000円前後、7000円いくらとかのサンダル、どう考えても異常でしょうね。あの通常価格3800円ぐらいでね、値段設定で他のとこは2000円ぐらいで売ってる平均のもの、まあ定価で売るとかね、それぐらいはまあ良しとしてもね、どうなんでしょう、ね。一方同日発表した2013年1月から9月のね、決算は売上高が前年同期比 32.1% 増の3697億円ね、こういう情報もあります。まあということでね、まあ腹くらい人の考えっていうのはもうイケイケどんどんわしょしょいね、ああもうやってみたいなね、もうやれって、でなんかで叩かれてバレちゃったら、気づかない弊社だ調査しているか、ね、だからいろんなもんで 77% オフだとかね、いろんな意識あこれがあってこうやってても、まあどんな風になっても宣伝になるよね。こうニュースになっても宣伝になるし、でこの間もなんだっけ、こんなものいちいちニュースにさせるのっていうぐらい、なんか発表、なんだっけ、なんかすげえつまらねえの、なんかだんだんそういう記事を読んでたら最後に推しがあって、はみたいな、なんだっけ、あれだ、あの、楽天モバイルの、なんだっけ、パートナー会社がないところでも、楽天モバイルエリアのところでも、パートナー会社の公式をオンオフできるように戻したってやつね。それがニュースになってて、それが発表されたっつって、そんなわかるね、あのいちいちそんなくだらないも発表して、あのメディアをね使うこの悪賢しさね本当に悪だよね。まあそんなわけで、ね、やっぱりね、このあの悪魔が蘇る不適切な額表示、全然こういうとこね、あの目が行き届いていないっていうか、実際はもう、
やらしてく、何かあって指摘されたらけしからんって言ってればいいだけの話なんで、なので、ね、まだあの他社で売ってるようなね、まだここら辺だ、一部の業者っていうよりもこうやって見ると大体まだ許容、ここの、まあ、ここ総量別社が550円だから、まあそれでもまあアマゾンがね総量無料で安いわけだから、まあ2990円だったらまあ普通の口屋さんとかでね、安い口屋さんで売ってる値段ぐらいなんで、まあこれでしょう。で普通にお店に行けば、まあ、これぐらいの値段で3000円ぐらいで買えるけども、でも通信販売なんでね、まあ送料がかかるとか、あとはあのいくら以上買わないと送料無料にならないっていうのは、まあ昔ながらのスタイルであるから、まあ楽天市場はアマゾンに比べてね、まあ遅れてるというか考えがせこいというかね、全部ショップの方にね丸投げして負担させてるからね、なんだっけ、ディズニー撤退したりとかなんかいろいろ逃げちゃったよね当時ね、うん、まあそういうのが、まあまだここら辺はね、まだここなんかもだから3990円で、まあ値段は高いけれども、でも送料無料でまあ4000円ぐらいっていうと、まあちょっと割高だけど、でもまあこの辺はまあ自動的でね、アマゾンでも安いのがなくなったら高く売ってるところがあって、だからここら辺はまだ許容範囲のね、うん、まだ普通に、まあ、定価というかね、まあ一応表示参考価格みたいな値段で送料無料だから、まあ、まあ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 って感じだよね、3000円だけで送料無料でね、まあ、4000円 4% オフのクーポンから、まあ、それを引くとまあ同じような値段になるっていう、 4% 引くとね、160円からまあ3000円台だよね、うん、まあ、大体これこっからだよおかしいのは。だからね、こうやって見て1、2、3、4、5、6店舗、6店舗まではまだ許容範囲だけど、こっから5931上がるよね。だ1、まあここはいいや、ここはいいや、ね、これでね2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22なんで、6対22なんで、圧倒的にすごいお値段で売ってるところの方が多い、ね、全部が全部ではないんだけれども、これが現状なんだよね、うん、でこういうところも、こういうところもね、まあ、売れるのかどうなのかわからないけども、でもその楽天のいろんなセールやんなきゃどうのこうのっていうのがあって、そのために値段を調整してっていう、だから自分たちで売りたい値段と利益は確保しなきゃならないから、それに応じてこうしてやるっていうね、うん、で楽天側はそれはやるなとは言ったとしても、ただこの値段でやるよっていうのを事前にセールにし提出して許可をもらってっていうのを、それも許可も受けずに勝手にやったとかね。だからそのここもおかしいし、そのただ店舗としてショッピングモールとして場所を提供してるんだったら、そこのところでその店がどうやってやろうが、だって普通そんなの関係ないじゃん。そうでしょ。でもそういう言葉で全部監視して都合よくコントロールするんだったら、やっぱりなんか楽天がなんか販売してなんか問題があったら楽天が責任取って、これ当たり前だよね。モバイルバッテリーとかああいうので火事になったりとか爆発した場合、やっぱり楽天から買ったんだってね、うちを募集を貸してるだけだから関係ねえよって、だったらそれが取るのかどうなのか。アマゾンの場合は裁判で勝ったんだよね。アマゾンで買った、要はお店が販売、お店が発送するものを注文して、でそれがモバイルバッテリーが出火してお家が火事になっちゃった、ね、でこのモバイルバッテリー作ったところはお見舞い金は出た、ね、申し訳程度ので、アマゾンでこれはアマゾンのね、管理体制も問題があるだろうってことで裁判やったんだけども、ね、うちはただ場所を貸してるだけ、いちいち売ってるものまではね知らないよっていうね、まあこのスタイル、まあ普通に店舗の大家さんと同じ考えではね、うん、
で裁判どうなったかっていうと、所持側の主張の方が認められて、まあ、アマゾンは関係ないよねっていうことで却下されたんだね、まあ、そういうことなんで、ただ楽天みたいにここまであれこれあれこれね、あの少量の問題もそうだったけれども、全部そこまでやるんだったらもう自分たちがやってるのとほとんど変わらないよねってなったら、やっぱ責任者問わなきゃおかしいよねっていう、同じことが起こったらね、どうなんだろうね。本当ここはアマゾンとの大きな違いなんだよね、本当楽天とアマゾンの違いっていうね。だから楽天の方は大変なんだよね。本当で出品者に聞いてみると、一番やりやすいのが空転あるでしょ、QOO だか空転だかってね、なんかあるじゃん。あそこが一番手数料が安いんで、あそこが一番のポイント割引ができるしてね。確かに売ってるもの見ると空転だと最終的になんだか期間限定のやつ買うと、ちょっといや、もちろんちょっと安く買えるものがあるんだけど、って感じで、まあ大体ね。で楽天の楽天も美味しいですけど、楽天大変だって言ってたね、やっぱね。なんでやっぱみんななんだかんだ言ってアマゾンも高いんだけども、でもやっぱりアマゾンじゃないとっていうのが結構あるみたいでね。これでも楽天に力を入れてる中国のショップさんも結構あるよ、すごいあるんだけどもね、よっぽど大きいとこじゃないと、いや大変だよ、やるのはね。まあそんだけアマゾンがガバガバってことなんだけどね。ただアマゾンの場合はちゃんとアマゾンで何かあったらちゃんとポリシーがあって、でそれに基づいてちゃんと保証してくれる、そこが大きいんだよ本当。そこ責任持ってくれるポリシーがあって、ちゃんとアマゾンの保険もあるしね、ちゃんとやってくれる。で出品者と揉めてもちゃんと仲介に入ってくれるね、なのでお客さんの味方なんだよ、ね、楽天はそれがないじゃんね。だって楽天の受付のあれすらもないじゃん。だってね、だから無責任なんだよ、おじいから言わせると。だからアマゾンしか使わない。だからそのこっちの方がちょっとこれぐらいお得とか実質お得の欲に目がくらんで、一発なんかバーンって引っかかったら、あーってなったら、その実質お得とかそういうので元取れない、おじい的には。だから長い目で考えてみると、実際にここから出てくるお金が少なくて、なんかの安心。だって家電買うにしても何にしても、だって安心保証つけますかって、おじいはつけない人なんだけども、みんなつけたりするでしょ。そうでしょ。だからね、この製品の 1%、2% に延長保証とかみんな入るでしょ、ああいう意味のないやつ。だからさ、それと同じなんだよ。そういうのも入った値段だなって思うとすごい安心じゃん、アマゾンってね。まあアマゾンのやるせないところもあるけれども、アマゾンのサポートとかね、アフィリエイトのカスタマーとかね、ちょっとこうやるせないところもあるけれども、ね、でもそうだね、楽天でなんかすごく良かったなっていうことがあんまないんだよ。ただうちの親父がね、がんで息が苦しくて酸素やってて、そのパルスオキシメーターが欲しい時に、楽天の方ね、通常 2,3 千円ぐらいで売ってるやつが1万いくらぐらいかな、日本のショップさんが入れて一個一個検査してで売ってるから1万いくらだったんだけど、1万 2,3 千円ぐらいだからね、まあ、それでも お金を払えば国内からすぐ届いたっていうね。アマゾンだと、もういつ来るのみたいな、注文したけどいつ来るのみたいなね、日本に在庫がないから正常態だったよね。だからそこに楽天のショップさんがね、そこでちゃんと値段は高いんだけれども、ちゃんと保証もついててね、日本語のマニュアルもついてて売ってたから、まあ助かったなっていうね。だから安ければいいってもんではないっていうのもあるし、まあ、あの時はだから、ああアマゾンで買えないものが楽天で手に入ったなって、ね、よかったね。だから普段はアマゾンなんだけど、たまに楽天も使うよっていうね、アマゾンがダメだったら楽天も使うよっていう、そうやって使ってるんだよ、なんていうのね。だ本当もうしょうがない、もうこうもう砂漠の真ん中で、ああもうダメだ、水が
ああ楽天だ、あ海釣ってる、1本10万円買うってのと同じだよね10万円買うって、アマゾンで買えば1本200円なのに、うん、買うよってね、この10万円で買ったおかげで、ああ生き延びたってまあこんな感じだよね、ほんとね、うん、足元見やがるなっていう。はい、まあそんな感じでね、まあいろんなこういう現象があるので、うん、まあこういうのをね知らない方買っちゃうんだろうなっていう。ただあの知らずに買う人もいるんだよ。だってみんな調べないじゃん、ググらないし、ググり方がわからない人も多いし、でみんなスマホが多いから検索する、でパソコンみたいにダーって出てこないから、まあ、一番上に出てきたものが嘘だろうがインチキだろうが、それを見てすぐにあの鵜呑みにする、ね、いろんなものを比較しない、まあ、確かにそうだよね。パソコンだとバー出てくる、これ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 って比較するんだけど、スマホ世代は何も比較しない。だから殻を破ってパコッピュッってできたら、もう目の前にいるのがねお母さん、ピヨ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 ってくっついてた、それと同じ。スマホ世代はなんかググり方がわからないけども、なんかググったとしてもここに出てきたものがもうこれがお母さん、これが信二さんだね。だからお菓子だとこう昨日もねあったでしょ、なんだっけ、MLP 楽天モバイル側が拒否したらそれはできないんだっていうね、こういうシステムになってるんだ都市伝説製造マシンがねいっぱい出てくるんだよ、本当。まあ自分で作り出したと思うけどね、あれはね、ああいう情報人見たことはないので、まあ季節の変わり目だからね、ちょっと最近ぐわっと暑くなってきたからね、まあいろんなのが出てくるんだけどね。はい、そんなわけで皆さんお気をつけください、ね。まあ、普段からずっと6000いくらでね、6000とか7000いくらで売ってるサンダルだったら問題はないんだけど、セールの時だけバーンっつってね、上げてちょいじり合わせをするショップが後を絶たないと思う。でこのニュースもこれもね今言ったけど2013年の話なんで、今2022年なんで9年前のお話です。もう9年経ったらみんな忘れてるでしょ。お店に参加してやってる人たちも知らないし、まあ、ほとんどみんな中国人が多いしね。だからそんなの関係ねえなんだよ、ね、はいおパピーだから。だから過去にあったことはいくらでも繰り返される、だって単純に思いつくことだから。だからそうならない、要は対策改善とか値段を追いながら、あここからバーンってね何パーセント以上上げるのはプログラム上できないとか、そういうシステムにすればいいのに、そこまで管理してるんだったらそれをやらないね、だからね、おじいはまあ中国人のショップが多いわけだからもう分からないっていうのもあるし、でそういう現状を見ながらやっぱり楽天市場としてそこまで権限振り回してああだこうだやってるんだったら、そこまでのものをちゃんと作って、これをやったら閉鎖するぞとかじゃなくて、そうならない努力をしてそういうプログラムを作って、そして理解を求める。だからその悪いことをしようと思ってもさせられない環境を作ってあげないとダメなんだよね。ここにこうやって書いてあるとか、こういうルールなの、こうやってはい閉鎖バーンってね、何かあったら金取るものだけ取ってね、そういうことをしてるようじゃただ嫌われるだけだよ、本当そう思うよね。えおじいがもし楽天市場ね何かしら関わるとしたら、やっぱりそのお店にとってやっぱり売りやすい状況であること、そしてお客様にとってもね分かりやすい、使いやすいね、お得だなっていう。でこの男がこの目先のなんか子供騙しみたいな、そういう姑息な手段を使ってやる腹の黒いシステムだから、だからおかしくなっちゃうんだよ、ね、おじいだったらねちゃんと作るよ本当。でも
あのそういう内容で完成したのがアマゾンだから本当で、アマゾンはアマゾンはね、たまにこれはね、間入ってくれないというか、間入るんだけども、ちゃんと保証してくれないものもあるんだけれども、ね、あとマザーボードなんかも CPU のパコってつけたのも、それもちゃんとつけて返したのに入ってねとかね、じゃあどこ行ったんだよってね、そういうインチキなところで言い張られるとね、嫌でも金を取られてしまうっていう、まあ、そういうやるせない、たまに職権乱用したことがあるよね。で、ちゃんと出所がちゃんとした出品者さんのクレジットカードから返金してもらったものもね、2万何本ぐらいかね、全部一気になくなったからね、これ詐欺、泥棒だからこれね、泥棒だよ、泥棒、アマゾンに泥棒された、ほんとね、強盗だよね、アカウントから銃持ってかれた、まあ、この恨みはね一生忘れない、アマゾンね、まあそうなんだけどね、まあ、それよりもその恨みもあるんだけど、それよりも楽天圏内に近づく危険の方が大きいと思っております。あの悪魔が蘇る不適切な価格表示、絶対にこれ繰り返してると思うよ、絶対繰り返してる。でちゃんと目を行き届いてるわけがないし、ちゃんとね、そういうシステムにしてるわけでもないし、絶対やってないと思うよ、信頼できないもん。じゃあね、はい、皆さんはどう思いますかね。まあセールのために、そういった調査がね、捜査がねされてるものもなくなってないんじゃないかなと思うよ、ね、一度起こったことは二度起こる、二度起こったことは三度、何度も何度も繰り返す、これが楽天なんだ、ね、これはいこうですよ、値引きはここまでですよって言いながらもね、総務省に何度も何度も怒られても、何度も何度も同じことを繰り返す、ね、これが楽天なんです、ね、だから楽天は信用できない、ね、アフリートもそうでしょ、調子がいい時だけぜひ元気なおじい様のお力をぜひこちらの、いや分かんないからいいよって、大丈夫です、私がちゃんと細かいところまで何でも対応いたします、分からないことは何でも教えられない、できるかなってね、できるまで面倒見ますみたいなね、こんな感じで甘いのがあってね、でちょっともう春過ぎて下げすぎたらね、はい、あなたも役立たず、戦力外です、パーンってね、キー、ほんとね、でアマゾンはそんなことないじゃん、アマゾンは最初の審査はあるけど、ここでやりますよって出したら審査が通ったら、まあ、どうぞどうぞって感じで、そこで毎月ね、売れようが売れなかろうがその権利はずっと維持できるわけじゃん、ね、楽天の場合はほらほらこんだけほらこんだけお前、うん、お前成績悪いからはいダメ、もうそれくらいポーンっていうね、悪徳セールスのなんかほら学生子供騙しのね、なんか教育の教材とか、ああいうお尻訪問販売のああいうのと同じだよね、本当ね、本当ね、楽天は何にしても、でよくメールが来るで、あれが下がった、これが上がった、で条件が今まではこうだったけどこうなったとかね、でこれだけどうわーどんどん悪くなる、やってないからいいけれども、それをやってる人って大変だったでしょ、楽天のなんかそういうのいろんな仕組みでお仕事やってた人ってみんな軒並み下がったでしょ、ね、だからおじいだから楽天は関わってないんで、あんまり楽天のアフィリエイトも持ってるけど、楽天から来たのがあったら一応そのリンクは貼るけどもね、あれ一応なんか楽天何かしら貼っていけばいいんだよな、たまになんかねおじいのリンク使ってね、なんか楽天買ってくれる方がね、なんか一人二人いらっしゃるみたいで、本当な何かしらなんかね、何にも楽天のものを紹介しなくても、おじいの楽天リンクを踏んでなんか言ってくれるんだね。で、何かしらなんか毎月ね、なんか1個2個3個4個5個ってね、何かしらなんか買ってくれてる方がいるからね、何かしらなんかポイントが来るんだよ。何十ポイントとかね。
100ポイントとか来るんだよ。ありがとうございます。だってね、何かしら貼っておけばいいんだろうけどもね、うん、はい、そんなわけでね、尻も積もれば、あ、ダメ、あの尻が積もってもゴミとなるだけだからね、尻は尻なんです。尻は尻、ね、ただの塵なんです。尻が積もっても、尻が積もってできた山は、ね、バラ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 して登ることもできません。木も生えません。カビだけです。だから尻が積もってもただのゴミ、ね、尻が積もって山にならないよ。尻は尻だからどんどん風受けば待っていっちゃうし、尻が積もって山になりようがない。誰がそんな嘘つくのは、ね、はい、そんなわけで終わりだと思います。暇つぶしになった方はね、グッドボタンよろしくお願いします。またね、バイバイ。賢い買い物を。